こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では先日発売になりましたユニクロ U のヒートテック T シャツについてレビューをしてみたいなと思っています。まあ、皆さんもですね、一度くらいはヒートテックをですね、着たことがあるのかなと思っています。まあ、日本国内におけるインナーにおいて一番売れてるのがヒートテックなんじゃないのかなと僕は思ってるんですが、それぐらい誰もが聞いたことがあるユニクロを代表するような商品なのかなと思っています。夏にエアリズム、冬にヒートテック、この最強の組み合わせというのは皆さんも体験したことがあるのかなと思うんですが、このヒートテックという定番商品というものを題材にしながらユニクロ U がデザインをしたというのがですね、今回ご紹介するアイテムなんですが、実はですね、僕はあんまりですねヒートテック個人的には着ないんですね。もちろん何度か買ったことがあるんですけども、ヒートテックって独特の光沢感があったりだとか、どこか河川っぽい感じがするので、着ていてですねちょっとあんまり気分が上がらないなというところがあって、僕はですね個人的にヒートテックを着ることはほとんどないんですね。その代わりによく僕がですねロンティーとして着てるのは無印良品の綿であったかクルーネック T シャツというものを着ているんですね。こちらは名前にもある通りコットンなので、見栄えとしてはですね変な光沢感もないですし、すごくナチュラルな風合いなので、僕はこっちの方を着ることの方が多いんですね。ただこちらの商品も完璧というわけではなくて、いわゆるインナー的なもので、それ1枚で着た時に素敵に見えるかどうかというと決してイエスではないのかなというふうに思っています。その点今回ですね発売されるユニクロ U のですねヒートテックシリーズというのは結構僕の中では期待値が高かったんですね。というのも事前からですねこれはリリースされていた情報なんですが、表面の質感は普通のコットン調になっているんだけども、裏側がヒートテック素材ということで、見栄えと機能性の両立を目指している商品ということで、僕自身もとても楽しみにしていたんですが、まあ、実際に商品を見てみたところ、これがですねめちゃくちゃ良かったんですね。まあ、これはですねきっと名作と呼べるようなアイテムなのかなと思っています。まあ、今年の春夏に関してはユニクロ U のですねエアリズムシリーズの T シャツがまさに傑作だったわけですが、そちらの秋冬バージョンとして捉えてもらうと非常に分かりやすいのかなというふうに思っています。今回僕は2色購入したわけなんですが、実はですねそのうちの1色は今実際に着ているんですよね。気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですが、こちらはグレーという色なんですけども、こちらを今日は実際に着用しています。そしてもう1着買ったのはブラウンというカラーなんですが、そちらも皆さんにお見せしたいなと思います。こんな感じですね。まあ、今期はですね結構ユニクロ U でブラウンという色の取り扱いが多いんですね。まあ、先ほどもお伝えしたエアリズムに関してもブラウン色がありましたし、秋冬に関してもですね様々なアイテムでブラウンというものを使っているんですけども、まさにユニクロ U らしいですね曖昧なカラーというところがこのブラウンだとかグレーという色なのかなというふうに思っています。もともとのユニクロ U の特徴というのはデザイン的には割とオーソドックスベーシックなものが多いんですが、サイズ感で少しですね遊びがあったりだとか、あとは色味というところが特徴的なんですね。先ほどもお伝えした通り曖昧な色使いというところがすごく上手なのがユニクロ U の特徴なのかなと思っています。その点こちらのブラウンという色もですね、まあ、言われてみればブラウンなんですけども、ちょっと紫っぽくもあるし絶妙な色味なんですね。この色の感じというのがすごく上品に見えて素敵だなと思いました。そして今僕が着ているグレーというのも結構ユニクロ U の商品の中では多い色合いなんですね。エアリズムの T シャツに関してもグレーの色味がめちゃくちゃ良くて、僕はそれだけで2枚購入したんですが、これまたですねグレーの中でも少し都会的でシャープな印象のあるグレーで非常にいい色味になっているのかなというふうに思っています。他にもですねブラックですとかホワイトですとか定番的なカラーもあるんですが、僕はそういった色に関しては特にユニクロ U じゃなくても買えるので今回はパスして、まさにですねユニクロ U らしい2つの色味というものを購入することにしました。まあ、後ほどですね実際に着ている状態というのは全身でお見せしたいなと思うんですが、いくつか特徴があるんですけども、まずですねすごくいいなと思ったのはこの生地の風合いなんですね。僕はですねロンティーってそもそもあんまり着ないんですね。ユニクロには通常ラインのロンティーだとか、あとはユニクロ U もですね既存のロンティーがあるんですけども、そちらは結構生地が厚めでちょっとゴツゴツした雰囲気があるんですね。その肌触りが僕はあんまり好きじゃなくて、ユニクロ U のロンティーというのは結構いろんな方が解説してるんですが僕はパスしてたんです。
ですね。一方でこちらのですねヒートテックのユニクロ U に関しては生地の感じはですね結構薄めなんですね。ですので着ていてそんなに違和感がないですし、伸縮性もあるんですね。めちゃくちゃストレッチが効いていてもちもちした風合いなので、これはですね単純に着ていて気持ちがいいんですよね。やっぱり僕たちぐらいの世代になると長時間着ていて楽かどうかというのもめちゃくちゃ重要なので、その点もですねこのユニクロ U の T シャツはすごく着心地のいい仕上がりになっているのかなと思っています。このユニクロ U のヒートテック T シャツの特徴といえば、この色味の美しさとあと着心地の良さ、これだけでも十分に買う理由に値するんですが、またこれがですね1500円というめちゃくちゃ買いやすい値段というところもですねやっぱり見逃せない項目なのかなというふうに思っています。今僕はですねグレーを着てますし、ブラウンもこちらにあるんですが、全体の様子をですねこの後皆さんにお見せしたいなと思っています。はい、ということで実際に着た状態で皆さんにお見せをしてみたいなというふうに思っています。どうでしょうか。こちらはですねグレーの方から最初に着てみました。今回は僕はグレーとブラウンという2色を買ったんですが、この中でより多くの方にですね着ていただきやすいのはグレーの方なのかなと思っています。グレーの方が純粋に合わせやすいかなと思うんですね。ブラックですとかネイビーのような濃い色とも合わせることができますし、ホワイトのような明るい色との相性もいいので、すごく使い勝手がいいのかなというふうに思っています。今回はですねこのグレーのロンティーに対してブラックジーンズを合わせてるんですが、これだけでも秋の着こなしとしてはそんなに違和感がないのかなと思っています。僕自身はですね多分この着こなしはしないかなと思うんですが、もしですねロンティー1枚で着る場合は少しですね腕を託し上げながら手元を見せてあげるとですねバランスが取りやすいのかなというふうに思っています。でサイズ感に関してなんですが、ユニクロ U のアイテムというのは基本的にですねビッグシルエット寄りのものが多いんですね。ただこのヒートテックに関しては商品の特性上そんなにですねビッグシルエットにはなってないんですね。むしろですねタイトなシルエットなので、僕が通常着ている S サイズだと結構タイトな感じになったんですね。ヒートテックって体に密着してるからこそ暖かいのでそれでいいのかなと思うんですが、僕はですねちょっとそれだとですねインナー的な雰囲気が強くなりすぎてしまうので、ワンサイズ上げて今回は M サイズを購入しました。どうでしょうか。見ていただくとワンサイズ上げてもですねそこまで大きいなという感じはしないのかなと思っています。着丈も長すぎないですし、袖丈もやや長めではありますが、そこまで違和感のある範囲じゃないかなと思います。身幅に関してもそんなにですね通常のユニクロ U に比べると大きい感じがしないので、ワンサイズ上げていただいた方が様々な着こなしには対応がしやすいのかなというふうに感じています。なかなかですねこのグレーの雰囲気がいいですよね。なんかやぼったいグレーというよりはちょっと都会的な雰囲気がするシャープなグレーで、僕はこのグレーの感じはですねめちゃくちゃ気に入っていますね。これから秋冬にかけて着倒したいなと思うんですが、僕はこれを単体で着るよりはですねやはり重ね着のパーツとして着たいなと思うんですね。ですのでこの上にですねこの後アウターを羽織ってみたいなと思っています。はい、着替えてみました。先ほどのユニクロ U のヒートテックの上にですね今トレンドになっているシャツアウターをですね重ね着をしてみました。どうでしょうか。シャツアウターに関してはネイビーを選んでるんですが、ネイビーとグレーという色は結構相性がいいので非常にまとまりがいいかなというふうに思っています。僕はこのヒートテックのユニクロ U の T シャツは暖かさを求めるというよりはむしろですね普通のロンティーとして使いたいなというふうに思っています。ですのでサイズ感も少し緩めの方がいいかなと思いますし、このように重ね着することで着こなしのですね一部のパーツとして見せてあげるとすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。今僕はですねこのようなシャツアウターを着ていますが、あとは普通にネイビージャケットみたいなものと合わせていただいてもすごくバランスがいいので、このヒートテックを見えないようにするのではなくて存分に色の雰囲気なんかをですね楽しみたいなというふうに感じています。この後はですねブラウンの方に着替えてみたいと思っています。はい、ということで今度はブラウンの方を着ていました。どうでしょうか。こちらの色もですね個人的にはめちゃくちゃ気に入っています。よりトレンド感があふれるのはこのブラウンの方なのかなと思っています。サイズ感に関しては先ほどもお伝えしたんですがワンサイズ上げているんですね。正直ですねもう少しゆったりめでもいいかなと思ったんですが、さすがに2サイズ上げてしまうと着丈も長すぎますし、ややですねやりすぎ感が出るので、僕は今回ワンサイズ上げるのにですねとどめておいたんですが、すごくバランスがいいのかなと思っています。もしこれを単体で着たいのであれば腕をちょっと託し上げればですね時計だとかアクセサリーみたいなものを見せることができるので、ちょっとしたアクセントを添えることができるのかなというふうに思っています。ただこのブラウンという色はトレンド色ではあるんですが、失敗するとですねすごくやぼったくおじさんっぽく見えてしまうので万人受けするようなカラーではないのかなというふうに思っています。
まあ、動画を見ていただいている方の中でも30代でなおかつファッションが好きな方、トレンドというものをうまく取り入れたいという方にはおすすめかなと思うんですが、40代以降の男性だとちょっとハードルが高いかなと思うので、そういう場合はグレーなんかを選んでいただくとより合わせがしやすいのかなというふうに思っています。僕は個人的にはですね、両方の色を楽しみたいと思うんですが、よりこちらの方がですね、差し色的に使いやすいかなと思うんですね。まあ、グレー系もすごくいいんですけども、遠目で見るとブラックと結構同化しやすいかなと思うんですが、その点このブラウンの方が少しだけ明るさが取り込めるので、そういった点ではですね、秋冬の着こなしの中での一つのポイントは作りやすいのかなというふうに感じています。まあ、ブラウンの方がより単体では使いやすいかなと思うんですが、先ほどもお伝えした通り、僕はあまり単体で使うことはなくて、この上にですねちょっとカーディガンみたいなものを羽織りながら着てみたいなと思うので、この後ちょっと羽織ってみたいなと思っています。はい、上にカーディガンを羽織っていました。どうでしょうか。これがですね、個人的にはいろいろ試した上で一番ハマりが良かったかなと思っています。ジャケットもいいんですが、それよりはやや崩したカーディガンぐらいの方がこのようなロンティーとの相性が良かったので、僕はですねこれからの季節このような着こなしを楽しみたいなというふうに思っています。上に着ているのはカーディガンなんですが、こちら見ていただくとですね、ボタンがないようなものになっているですね。このようなボタンレスバージョンのカーディガンが最近は増えているので、こういったものを着てもらうとよりシャープな雰囲気が漂いやすいのかなというふうに思っています。まあ、ブラウンというカラーが先ほどもお伝えした通り、失敗するとですねちょっとおじさんっぽく見えるので、それ以外の色はですねちょっと引き締めたいなと思って、上に着ているカーディガンはブラック、そしてボトムスもブラックにして、両方ともですねシャープな色で合わせるようにしています。同じブラック系なんですけども、上に関してはですねちょっと墨黒みたいな少しグレーがかった黒になっていまして、下のボトムスに関しては本当の真っ黒という感じで、同じ色の中でもですね少し色の差が出るのも個人的には気に入っています。このようにブラウンのですねヒートテック T シャツも着方次第でやぼったさというところを抑えることができるので、ぜひ皆さんもですねトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では先日発売になりましたユニクロ U のヒートテック T シャツについて解説をしてみました。パッと見はですねそんなに派手さのあるアイテムではないんですね。ユニクロ U って結構トレンド感満載のアイテムが多いので、その中ではそんなに目立つものではないんですが、地味に活躍するアイテムなのかなと思っています。その点は春夏のですねエアリズムシリーズと同じような立ち位置かなと思うんですが、こういったものを1枚持っておけば暖かさというところも担保できながら、見栄えとしてもすごく優秀なので、使い勝手がめちゃくちゃいいのかなというふうに思っています。これはですね通常のヒートテック的に使うよりもですね、着こなしのパーツとしてガンガン使ってあげた方が僕は相性がいいのかなと思っています。そういった意味では隠してしまうよりはですね、今回の着こなしのように重ね着をしながら部分的に見せてあげた方がかえって使い勝手がいいかなと思いますので、ぜひ皆さんにはですねブラックですとかホワイトですとか目立たない色を選ぶというよりは、このようなブラウンだとかグレーのような旬なカラーというところにトライしながら秋冬の着こなしに生かしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。